備中国宗社宮は岡山県宗社市宗社にある神社。備中国宗社で旧社格は県社。正式名称は宗社。鳥居岡山県南部宗社市の中心部に鎮座する。市名、駅名の宗社は当社に由来する。古代国史は各国内のすべての神社を一宮から順に順配していた。これを効率化するため各国の国府近くに 国内の神を合祀した僧者を設け、まとめて祭祀を行うようになった。当社はその一つで、備中国の僧者にあたる。前提の三島式庭園は、古代の様式を今に伝えており、後楽園が築造される際に参考とされた。現在、境内は僧者指定史跡に指定されている。当地には、僧者ができる以前、民徳天皇の皇妃、八田王女の名代として、 八田部が設けられたという。後、三友分けの子孫が、当地に重視国の宮津子となり、野又神社を建て周辺一帯の僧者としたとされる。退化後、当地に、備中国僧者が創建された。平安時代中期、縁起式神明朝には、式内者として、備中国が夜軍、野又神社の記載があるが、沼田神社はこの論者とされている。 室町時代には戦火にあって社殿が、消失、1429年に再建されたとされる。天正年間に、再び消失、上京4年に再建され、再色24校の絵馬が奉納された。これにより、商家の信仰が増し、豪商の清住屋等により京都の一流画家の描いた絵馬が奉納されるなどして繁栄した。周辺は、門前町、宿場町として発展し、 後の総社氏の石を築いた。明治5年11月、近代社格制度において、県社に列した。社殿内には、丸山王居の、吉江観願図、大原洞州の、林名製図などの絵画が掲げられている。沼田神社式内社、野又神社論社。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。